今回は府中市の上下駅前バス停にやってきました。ここでは一体どんな沿線遺産に出会えるんでしょうか。白壁の美しい町並みで知られる上下町は、かつて江戸幕府の直轄地、天領として大いに栄えました。歴史香るこの町で、今日も沿線遺産を探します。昭和レトロアンティーク、ビンゴ上下ふるさと沖縄館。有名な人。ああ、有名な人です。すいません、ありがとうございます。ごめん、田中さんや。あ、違います。違います。アンガールズないです。これはこれ、これ昨日もテレビ見たばっかりだった。あ、本当ですか。いつも団体がいいわね。あ、ありがとうございます。すいません。大丈夫ですよ、僕分かってますよね。あなたまだこの人じゃないですよ。大丈夫ですよね。あ、よかったよかった。また見てください。ありがとうございます。ごめんなさい。いやいや、うわ、ここはすごいっすね。どうも、すいません。あらま、遠いとこ。いや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 。藤井さん、建物が私ので。ああ、そうですか。全部これ貸し取るのは責任者。あ、西山さん。西山です。西山さん。はい。藤井さんがこちらの持ち主で、はい、この建物自体は何なんですか。スーパーマーケットで、ね。え、なんですか。スーパーマーケット。あ、スーパーマーケットで始められたんですか、ここは。ふるさと沖縄館は3年前にオープン。スーパーマーケットが閉店した後に、にぎわい作りの拠点として誕生しました。施設の一角にはレトロな品を集めた資料館があります。まあ、まずこのタバコのアラマボックスね。ここがあれなんですね、受付みたいな感じ。ここが受付みたいな感じ。わー、すごい雰囲気ありますね。ね、わー、すごい。どうですか。はー、そのどう、これはすごいラインナップです ね。いやー、すごいや。趣味で集めちゃった人もってんやね。あ、はあ、はあ、では、まあ、あのこういうようなことをするけ言うて相談に行ったら、よし、じゃあ、ね、はあ、一口乗ってあの協力しましょういう話で、こういうので西山さんがじゃあ言うて、まあ、藤井さんが、あれ、藤井さんが、うん、で西山さんがじゃあ、まあ、まさに館長みたいな形で、そうそう、館長、ああ、まあ、要は、うん、じゃあ世話人みたいな感じかな。世話人みたいなもんや。お客さんがいらっしゃるじゃないですか。藤原さん、藤原さん、いらっしゃい。こちらのお父さん、入り口で声をかけてくれた藤原さんです。資料館の展示品は購入もできるとのこと。何かいいものを見つけたようです。あのな、稽古作ってやろう、お前。鈴を鳴らしてみてください。それも気に入った。神楽の人に怒られませんか。どんちそろちょっと分かる人いないんですかね。あ、今日は仕事。それもカブは一緒に。顔？あの今の鈴。これも鈴。カブラよ。買うんですか。ええ、買う。買って帰る。今日エレキでものすごい現場に立ち会えたら。え、ちょっと竹尾さんにな。私は持って帰ろうと思って。あ、あ、2万円。2万円。え、これも買うんですか。え、これも買う。2万、いや、2万2000円。え、ちょっと待ってください。藤原さんは昔叩いてらっしゃったんですか、こういう太鼓とか。叩きたいよ、もうそんな暇がなかった、私の人生では。あー、忙しい、ね、あなたのね、このテレビのこれを見るのが楽しむくらいで、あとは余裕がなかったもん。売れるもんなんですね。中島さん、これを1枚貼ってくださいよ。あ、貼りましょう、貼りましょう。太鼓への、太鼓に貼りましょう。いや、それは、いや、これは、はいはい。偶然にも太鼓を購入する場面に遭遇。ご本人の希望もあって、沿線遺産の認定シールを貼らせていただきました。藤原さん、太鼓の練習頑張ってください。あら、ウェルカム分水嶺切手博物館、すごい。はあ、
すいません、あ、うわぁ切手博物館、富士山これうわやっばちょっとお邪魔してもいいですか行きましょう、これすごい、なんですかこれは、え、これは、これ一番大変なんですよ、これすげえ、ここに脚立を置いてね、でそれってこうやっていやいや、うん、まあそうなんですけどちょっと待って、壁や天井に隙間なく貼られた無数の切手、館長を務める藤井さんの趣味は切手集め、趣味が高じて開いたのがこの切手博物館分水嶺なんです。これまあちょっとわからないでしょうけど、大体どれくらいあるんですかね。大体ここやっと25万ぐらいで読むんですね25万枚、はいはい、まあ、あの私ならあのマニアじゃ読んで、皆さんからお客さんが持ってきてくれて、そうなんですか、だけそれをみんなあの封筒から動かして、こんなのも赤富士とか、これもあれですね、50円の使用済みですけども、切って、ね、これピラミッドですか、これ水面に映ったでしょうか、そうじゃないですか、ね、ああそう、水面に白川もピラミッドなわけないね、これがね、分水嶺の、あのブルーのラインがね、日本の分水嶺ですね。ああ、日本海と入り口に分水嶺とありましたけども、これね、上下町もそうですもんね、分水嶺。47都道府県のね、ふるさと切手をね、各県別にして発送です、ね。すごい、これすごいよ。え、ここって入館料おいくらなんですか？ここは無料です。なんでですか？下300円取ってましたよ。だってほとんど下で下って上がってきて見て、そうか、じゃあ下も楽しんでもらってもそのついでに入ってくれればっていう感じ、だから趣味の方はそうおらんからね、いやいやでもこれ圧巻だわこれをアップして撮っとってくださいこれアップしてわーっと切って終わってね、送ってくれる、たくさん書いてね、同じマニアの人はね、へえ素敵、すごいじゃないですか。切手のモザイク画作りには全国の仲間の協力が不可欠。この傘のアートは上下町が分水嶺の町であることがテーマです。使っている切手にもこだわりがあります。空気もいいし、んで小鳥がたくさん飛んでる、飛んでますねとんでもなく飛んでます。だからこれがそう、鳥たちがね全部130円から70円から飛んでますよ。だからね、こういったのも全部、はい、その切手で表現されて、はい、これ絶対無料にしない方がいいですよ。まあもうお金はいらん、たくさんあるからそれではスーパーマーケットから生まれ変わった憩いの場に遠征さん認定でございます。いやこれからもありがとうございます、素敵なものを見せてください、ありがとうございました。